コペンハーゲンにあるアブサロンの銅像。アブサロンはデンマークの大司教で政治家。彼はシェランジマヒョンネスルブのビーゼ家の当主アサ・リーの息子で彼と兄のエスビョルンのベンド人の神スベント人の聖域がある砦が降伏する1168年まで続いた。アルコナのベンド人は降伏と同時にキリスト教への改修も受け入れた。アブサロンはアルコナから船で 流言島の中央に位置するベント人の政治的な本拠地か連鎖を目指した。そこに駐屯していたベント人たちは、アルコナの予想外の降伏により、デンマークの船を見ただけで恐れをなして、無条件で降伏した。アブサロンは、偶像を切り倒して、燃やすために、オーフスの死教スベンと12人のハスカールだけを連れ、ベント人の屈強な戦士6000人がなす二重の列の間を通り抜け、 要塞の入り口へと続く湿地の狭く曲がりくねった道を通り、七つの頭をおもつかみ、リュギエビトの神殿へと向かった。ガルツのすべての民は洗礼を受け、アブサロンは流言島に十二の教会を築いた。ベンド族の主要な出撃路を破壊した会もあり、アブサロンはデンマーク海軍の規模を大幅に縮小した。しかし彼はバルト海への監視の目を怠らず、千百七十年には、 さらに東方のボリン島のディーフェナウにある海賊の本拠地をもう一つ破壊した。1176年、アブサロンは王からシェラン島東岸のエアソン海峡に面した要衝の地に要塞を築く許可を得た。これが後のコペンハーゲンとなった。1178年彼はややながらルンドの大司教になった。パリウムを受けるよう説得してくる教皇庁の波紋だけが脅威だったが、 彼は、ついにこれを受け入れた。アブサロン最後の軍港は1184年の、精霊降誕祭の日に、デンマークの属国を襲撃してきた、流言港、ヤロミール一世のポメラニアの海軍を、ストレラで殲滅したことだった。彼はまだ57歳だったが、奮闘続きで年齢の割に老けていた。アブサロンは、軍を引退し、バルデマー公爵のような若者に、海軍や、 軍事の指揮を任せて満足していたようだが、自らの才能によって築いた主権の座からは、退かなかった。彼の一連の軍事構成の目的は、デンマークを、神聖ローマ帝国の影響下から脱却させることに、あったが、1162年バルデマー一世は、アブサロンの助言と警告に反し、フランスのドールで、フリードリヒ一世に忠誠を誓った。 1182年クヌーズ6世が即位に際し、神聖ローマ帝国の大使がロスキレオを訪れたが、新王への忠誠の誓いから、アブサロンはこれに決然として耐えた。アブサロンは、デンマークの伝道者の長としても国のために、数え切れないほどの貢献をした。教会や修道院を建て、使徒会やセアウグスチの修道会のような国外の聖職者の地位も保障し、 学校を設立して国内の文明化と啓蒙に力を尽くした。彼は1167年デンマーク人で初めて教会会議をルンドで開いた人物であった。またサクソグラマティックスがデンマーク氏、デンマーク人の自責を表す手助けをした。なお、アブサロンはノーラースム教会の混流にあたり石碑を奉検しているが、秘文は 当時、教会で用いられていたラテン語ではなく、デンマーク語で、ルーン文字によって刻まれている。1201年アブサロンは、一族の墓所として建設し、自らも、多額の寄贈をした市東会の総霊修道院で、没した。アブサロンは依然として、聖職者、政治家そして選手として等しく偉大であり、中世の特筆すべき、大人物の一人であり続けている。 立派な体格と若い頃の訓練のおかげで彼は軍の訓練に適応した。彼が戦闘行為を楽しんでいたのは疑いの余地がなく、アブサロンは陸軍では最高の機種、海軍では最高の泳ぎ手だった。その上、流血を避けるために剣ではなくメイスで戦うことが唯一許される聖職の司教たちとは違っていた。アブサロンは 彼の教会の任務を決して怠ることがなかった。彼の起こした戦争すら十字軍的な性質を帯びていた。デンマーク海軍のアプサロン旧多目的支援艦の一番艦よび9名は彼の名にちなんで命名されている。翻訳元過失 HS ヤコブ船、P43HS ヤコブ船、P42HS ヤコブ船、P44LM のクソン。 P149 から152翻訳元翻訳および過失。ありがとうございます。